レオポルド・トラチニック・レオポルト・トラティニックは、オーストリアの植物学者、菌類学者である。オーストリアの菌類、40枚の関節図付きなどの著作などで知られる、ウィーン近郊のクロスター・ノイブルクの名家に生まれた。はじめ法律を学ぶが、自然科学に興味を持ち、昆虫学、鉱物学、植物学、特に菌類と種子植物に興味を持った。 1797年に綿の栽培に関する著作を発表するが、職業として植物学者として働くのは1806年に新生ローマ皇帝のフランツ一世の王室博物学コレクションの管理人に任じられてからである。この王室博物学コレクションが元になって、ウィン自然史博物館が作られることになる。いくつかの随理の豪華本を出版したことでも知られ、 これらの図版は、ライネリア、シュトレーメルラが描いた。1820年に、ドイツ自然科学、アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。観覧家の俗名、トラッティニッキア族ウィルドに懸名された。トラットは、植物の学名で命名者を示す場合に、レオポルトトラッティニックを示すのに使われる。ありがとうございます。